行呪文の詠唱が完了した者より順次発進せよ。防御呪文班は第八詠唱室へ。この世界に仕えし四聖霊よ、汝の契約者たる我のもとに集いて、その偉大なる力を表したまえ。我が声に耳を傾けし風の精霊よ、我が機体の翼となりて重力の戒めより解き放ちたまえ。精霊の連動系最高値へ、いつでも発進できるわ。スプリガン出ます。時期は精霊の力が込められた精霊球を取得することによってパワーアップします。精霊球には4つの種類があります。まず大地の精霊が宿る地の精霊球、さらに火の精霊が宿る火の精霊球、そして大気の精霊が宿る風の精霊球、最後に水の精霊が宿る水の精霊球。これら精霊球を磁気は最大3個まで同時に持つことができるので、その組み合わせによって数多くのパワーアップ形態を取ることができます。磁気が精霊球を一つも持っていない場合、磁気はアースブレッドを発射できます。この状態から地の精霊球を連続して取得していくと、ツインショット、スリーウェイショット、ファイブウェイショット、このようにパワーアップします。また、火の精霊球を連続して取得することによって、ファイヤーボール、ファイヤーブラスター、サラマンドとパワーアップしていきます。さらに風の精霊球を連続して取得していくと、ウィンドカッター、ウィンドソード、ウィンドブレードとパワーアップします。そして水の精霊球を連続して取得すると、ウォーターシールド、ウォーターガーダー、ウォータープロテクターとパワーアップします。このように同じ種類の精霊球を複数取得すると、その数に応じて攻撃力が上がります。また精霊球を2種類組み合わせることによって、さらに強力なパワーアップをすることもできます。2種類の組み合わせの場合は、どちらかの種類の精霊球が2個あると、1個ずつの時より強力なパワーアップになります。地と火の精霊球によるファイヤーショット、ファイヤーボルト、地と風の精霊球によるウィンドスラッシャー、ウィンドデストロイヤー、地と水の精霊球によるアクアアロー、アクアクラッシャー、火と風の精霊球によるファイヤーブロー、ファイヤーブレイザー、
火と水の精霊級によるファイヤーシールド、ファイヤーディフェンダー、風と水の精霊級によるアクアストーム、アクアタイフーン、そして3種類の精霊級を取得した場合も特殊なパワーアップ形態になります。地と火と風によるファイヤーウィンド、地と火と水によるウォータースマッシャー、地と風と水によるマジックミサイル、火と風と水によるエアーバスター。しかし3種類混合の場合は精霊級同士が干渉し合って、あまり強力なパワーアップ形態は期待できません。精霊級はコントロールパッドの1ボタンを押すことによって強力なボンバーとして使用することもできます。ボンバーとして使用される精霊級は一番最後に取得した精霊級です。画面右下の表示では左端に表示されているものが使用されます。地の精霊級によるアースクエイカー、火の精霊級によるヘルフレイマー、風の精霊級によるウィンドストーマー、水の精霊級によるショックウェイバー。以上で磁気の武器システムの解説を終わります。この29種類の攻撃形態と4種類のボンバーをうまく使い分けてゲームにチャレンジしてください。